さんこんにちは。私は丸の内で事務職の仕事をしています。ちょっと最近あった出来事を話したくて、私アイスが好きでよく食べるんですけど、アイスを食べている時に最近左の歯が痛い気がして、痛いっていうかなんかジーンとする感じ、歯の矯正をしたことがある人なら分かってもらえると思うんですけど、ワイヤーの調整をした日みたいな、なんかあのジーンとした感じの痛みが左の歯にあって、で最初はそのジーンとした痛みがアイスを食べた時にだけ発生していたんですけど、なんかだんだんそうじゃない、何も食べてない時とかにも発生するようになっていって、私もしかしたら虫歯になっちゃったのかなって思ったんですね。私はこれまでの人生で虫歯になったことがなかったのですごくショックだったんですけれど、意を決して歯医者さんに行って見てもらったら、なんと虫歯はなかったんです。でそれ結果を聞いた瞬間嬉しすぎて叫んじゃったんですけど、虫歯ないどころか結構しっかり歯を磨けてる方ですよみたいな、むしろ褒められてすごい嬉しかったですし安心しました。で結局そのジーンとした痛みの原因っていうのは一時的な知覚過敏だと思うっていう風に言われました。夏は特に冷たい飲み物もよく飲むから、そういうのが原因なんじゃないかなみたいな感じでおっしゃってました。ということで今回はそんな虫歯ゼロの私が歯を磨くときに使っている普通の歯ブラシ以外のアイテムを紹介します。左からタフト歯間ブラシマウスウォッシュです。あとは普通の歯ブラシで全体の歯を磨いた後に歯の裏側とか細かい部分を磨くように使ってます。私はミクリンっていうブランドのものが好きで、これを何本もリピートしてます。次に歯間ブラシもすごく重要で、一見ちゃんと歯を磨けてるように見えても、だから実はこの歯と歯のこの間のこの部分になんか結構汚れが残ってたりするので、こういう歯間ブラシを使って掃除すると汚れがすごい取れて、歯磨きをした後のすっきり感が格段にアップします。私はこのガムの歯間ブラシの S サイズ使ってます。最後はマウスウォッシュです。これは一番最後に使ってて、歯ブラシ、タフト、歯間ブラシって順番で使って歯を磨いていって、で口をゆすいだ後に最後これを使ってます。コンクールっていう多分有名ですよね。なんか歯周病を防ぐ効果があって、変な甘い味とかも特にないので、マウスウォッシュはもうこれ一択でいいと思います。でコップはなんかイソジン、風邪ひいた時に買ったイソジンについてきたコップ使ってて、これになんか数滴垂らして、で水で薄めて、で口に入れてブクブクって薄いで終わりです。こういうアイテムを使うと普通の歯ブラシで磨いただけの時よりも虫歯とか歯周病のリスクも減らせますし、何より口をゆすいだ後の爽快感がもうレベル違いすぎて全然別物になるので、結構人生変わると思うのでおすすめです。ぜひ使ってみてください。はい、というわけで久々に大好きなムジカフェに行ってきました。自分で好きなお惣菜を選べるスタイルになっていて、これで確か1400円ぐらいだったと思います。
もうね、会社の周りにある平日の昼間に営業しているレストランたちもこのクオリティを見習ってほしいです。なんか丸の内のエリアってね、正直特に美味しくもなくて栄養があるわけでもないみたいな、そういうランチを提供しているお店もいっぱいあって、この低クオリティをランチ1400円とか1500円で提供してよく潰れないなみたいなお店も実はいっぱいあって、なんか土地代が高いとかそういう事情もあるんでしょうけど、もうちょっと頑張ってほしいなって思うお店が結構あるんですよね。もちろん美味しいお店もたくさんあるんですけど、なんかそうじゃないお店も結構多いっていう話で、同じ値段で食べるとしたら実はルミネのレストラン街とかの方がよっぽどクオリティが高い気がしますねっていう、丸の内のランチの闇っていうか裏事情でした。無地カフェで食べたゴーヤチャンプルに影響されて、自分でもゴーヤチャンプルを作ってみようと思ってスーパーでゴーヤを買ってきて作ってみました。ゴーヤチャンプル好きなんですけど、今まで自分で作ったことがなかったのでどうやって作るのか全然知らなかったんですけれど、本当にただ食材を切って炒めるだけでできたのですごく簡単でした。なんか私の中で炒め物って簡単だけどフライパンがすごい汚れちゃうから、こう洗い物が面倒っていうイメージがすごくあって、そのせいで実は炒め物ってこれまで料理の中で避けてきたジャンルの一つなんですけど、まあ、やっぱ簡単に美味しくなれるから人気なんだろうなっていう、当たり前だけどなんかあんまり気づかなかったことに気づきました。で、炒め物をしないから炒り卵も作ったことがなくて今回初めて作りました。まあ、溶いた卵をフライパンに注いでかき混ぜるってだけなんですけど、いかんせん作ったことがなかったので、かき混ぜてる時にこうどんどん卵が固まってって、あ、できてると思ってすごいちょっと感動しちゃいました。私は好きな食べ物なら毎日同じものを食べ続けても飽きるってことがあまりないので、結構延々同じものを食べるっていう生活になりがちなんですけど、それでもやっぱり作れる料理のレパートリーが増えると自信につながるので、定期的に新しいレシピに挑戦するのも大切ですよね。それでは今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。このチャンネルでは丸の内で働くアラサーの私が仕事や日常で体験したことや感じたことを好き勝手に発信しております。今回の投稿がいいなと思っていただけましたら、ぜひいいねやチャンネル登録していただけますと嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。